コールホーフェン FK58 はオランダのコールホーフェン社が製造した戦闘機である。野心的な設計だったコールホーフェン FK55 が開発中止になった後、コールホーフェン社では一般的な設計の短座戦闘機の開発を始めた。設計者はフォッカー D21 を設計したエーリッヒシャッツキーである。1939年に完成した本機は 折しも自国用戦闘機の生産で手一杯だったフランスが注目した。海外駐留部隊用として植民地商が50機を発注し、1940年にオランダが侵攻されて供給不能となるまでにフランス空軍へ18機が納入された。これに続き、戦闘機不足のオランダ陸軍航空隊から注文を受けるが、オランダ軍への納入には間に合わなかった。 ドイツ軍進行時には亡命ポーランド人によって、プロバンス地方で、紹介任務についていたが、特に戦績は残していない。1080馬力の空冷エンジンを搭載した、低翼単用機で、引き込み足を採用した。フランス空軍向けのうち、初期の4機は、試作機と同じイスパノスイザ 14AA 重装備士、FK58 と呼ばれ、 残る機体はノームローン 14N39 装備士 FK58A と呼ばれている。オランダ陸軍航空隊向けの機体にはブリストルタウラスが搭載される予定だった。ありがとうございます。